こんにちは、長志です。今回はですね、インド人が商売に強い理由ということに関して動画にさせていただきます。こちらですね、黒猫屋さんという、まあ、割とまあアフィリとか、まあ、ブログ系で有名だった、まあ、そういう発信者の方ですかね。結構最近なんかいろいろ商売で詰まってるらしくて、SNS マーケティングっていうのもなんかこう、ジャンルとして開拓して始めたらしいんですけど、まあそれはいいとして、この方がやってることツイートですね。インド人が商売に強い3つの理由ということで、とにかくまあ即行動しちゃうことと、まあ、失敗してもセーフティーネットがあるっていう、まあ、親族との結束が強いとか、あとも自分の主張っていうのはガンガンもう空気読まずに主張するっていうことが、もうすごく強い。この3つの理由があって、すごく強いっていうことですね。これって、本当に何かすごく何か商売をやっていくビジネスをやっていく上で超超重要で、特に皆さん、特に日本人の方ってその行動できない方が非常に多いなっていうふうには思います。まあ私もそうだったんですけども、何か行動して何か失敗することによるリスクって何もないですからね。本当にないんですよ。むしろ行動していかないと何も人生変わらないし結果が生まれないんですね。で、本当になんか日本人の方ってこう、特に大企業病っていうかサラリーマン的な思考になる人は、とにかくなんか準備をめちゃくちゃ頑張っちゃう。とにかくまずインプットしたいとか、こういう本を読みたいとか、こういう資格を受けたいとか、こういうセミナーを受講したいみたいな感じで、とにかくインプットに走っちゃうことが多いんですけども、商売をやって稼ぐんだったら、まずは、そのお客様になりそうな人とかに会いに行ったりとか、それをまずやった方がいいです。その行動の具体的な中身ですけども。で、会いに行って何か変に思われたらどうしようとか、こいつめちゃくちゃ格下だなとか、なんかバカにされるんじゃないかと思うかもしれませんけども、意外とそんなこと思われないですね。なんか、よく会いに来てくれましたねみたいな感じの対応をされて、なんか感謝されることとかも多くて、本当になんかそこら辺行動したもん勝ちだなっていうふうに思います。で、お客様に会いに行くことによって、で、お客様がどういうことに困ってるのかとか、もうそういうのが全部わかるんですね。よくなんか、まあ、アフィリとかネットビジネス界隈とかで、まあ、知恵袋、ヤフー知恵袋とかで、そのお客様のその悩みとかニーズをこう検索してやりましょうみたいな、商品作りに生かしましょうとか言ってますけども、そのネットで調べる二次情報とかよりもリアルでお客様に会って、そこで生の声を聞いた方が圧倒的にこのリアルな話が聞けて、その理解が進むんですね。で、それでなんか他の競合とも差別化できますので、あえてこうネットだけにこだわらずに直でお客様に会いに行って、お客様の悩み、その悩みとか、めんどくさいなと思っていることを代行してあげるっていうのがビジネス。で、即行動っていうのはめっちゃ大事。で、あと、この2個目のこの失敗しても親族に頼れば OK、ニート寛容主義っていうことが書いてありますけども、まあ、日本も結構似てると思いますね。まあ、親族間のつながりっていうのはインドとかに比べたら割と弱い方なのかなとは思うんですけども、日本は割とその失敗し、例えば企業に失敗したとかで借金が残っちゃったとか破産しちゃったとかでも、ぶっちゃけセーフティーネットがすっごいちゃんとしてる国で、死なないんですよね。全然もう生活保護とかも受けやすい国ですし、国民皆保険っていうのも未だにあると。で、なんでそうなんで、もう行動して何か失敗する。で、失敗したところで、なんか企業とかで失敗して仮になんか借金背負ったとしても、次それをバネに、それをネタにまた起業できるんですよね。なんかそういうなんか経験とかを、自分しかできなかった経験とかを結構面白がってくれる人とかが周りにいたりとかして、まあ、私はまあしてないんですけども、例えば堀江さんとか、ね、堀江門ですね、堀江門とかも一度捕まってますけども、そういう経験とかを結構面白がって、いろいろそれもなんかビジネスにつながったりとかしてる方も非常に多いですよね。で、いろんな方に支えられながら、まあ、彼なんかいろんなね、こうロケット打ち上げたりとか、こう面白いことされてますよね。なので、もう失敗してもなんか周りとか国とかにね、こう頼ればいいっていうね、
最後はセーフティネットはしっかりあるので、こう行動して失敗するリスクがないんだってことは、特に日本の場合だと、まあ、常々こう考えておくっていうのがめっちゃ大事ですね。であとこの3つ目の、この自分が主張得する主張をガンガンするっていう、これね本当に大事で、特にまあ客商売系ですね、こういうなんかビジネスやってるとかね、人はもう空気読まずにガン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 自分の主張を言っちゃってもいいと思います。むしろそっちの方が、まあ、買い叩かれずに済みますし、割と高単価な仕事が得やすいかなっていうふうに思います。なので自分に合わない人はもうどんどん去っていってくださいみたいなスタンス、割とドライなスタンスっていうのは重要ですね。っていうのも、まあ、売れてるホストとか、まあ、キャバ嬢とか見てて思うんですけども、絶対お客さんに媚びたりしないですよね。あと、その、まあまあ売れてる、まあ、スナックのママとかって、絶対お客さんにこう、お願いします、来てくださいみたいなこと言わなくて、むしろなんか、うちのそのカラーに合わない人は去ってってもらっていいですからねっていう感じで、むしろなんか、相手のお客様の方からお願いしますみたいな感じのことを言ってくれ。そうやってなんか、ある意味空気を読まない、ちょっとなんかサイコパス的な思考で、なんか日々行動しているから、なんか相手からこう、食いつかせるみたいなことができるわけですね。なんでこう自分が得する主張っていうのもガンガンもう空気読まずにやっていく。で、あなたはそういう人だと思われたらむしろそれは勝ち。で、そういうふうに従うようなお客様が寄ってくる。ってことは自分がこう支配しやすいお客様が来るってことなんで、自分に有利なビジネスが進められるっていうことですよね。で、こんな感じで、まあだいぶ脱線しましたけども、インド人が商売に強い3つの理由ってことで、とにかく即行動して、まあ失敗しても周りに頼ればいいと。国に頼ればいいと。で、空気読まずにガンガン主張することで、割と自分にとってこう得するような支配しやすいようなお客様が寄ってきますよっていうことですね。で、この3点が分かったっていうことです。ではですね、今回の動画はこれで以上となります。ではありがとうございました。